脅威は巨匠に散った。その報告を聞き、その答えをもたらした。この時、この場所には、かくいう私も怪しい人物だと。その時、それが脅威な、ここを無事にと。私が出ればよいのだな。こちらで先に騒ぎを起こしましょう。敵の目を引きつけるのです。集中。まだ待つ間、今度は休みを報告を受けるつけ侵入者を発見しました。わざわざ鬼を取りに来るから邪魔よ。どこの魔法だ。長江殿は美しい漫画家だと。脅威を待つ間、見せてもらえないだろう。さすがは竜殿、お目が高いですね。いいでしょうか、超信頼の美に。しかし足を踏むわけにはいかない。急ぎ聖斎殿を助け出し、竜星様を救われて。報告します。やけた兵様の命を奪いました。何をやっている。南の兵を送れ。捕らえろ。の侵入者、手だれのようだ。私が抑えに行こう。北でも誰かが戦っているのか。おかげでこちらの敵が減っているようだ。門を閉ざされている。これでも南へ行けば。諸将殿、もう新しい技はない。では、とっておきの技を披露しましょう。あなたの本当に美しい。目を覚める戦に、お見事。
が出る。目を見張るばかりの戦ぶり。覚悟しやがれ。手決まりにしてやるぜ。次は容赦しやぞ。これで敵の注意はこちらに向いた。あと脅威だ。このままでは董卓の恩を売れん。兵力を他に集中せよ。オスメイズだけでも捕らえるのだ。邪魔よ。敵は下に兵力を傾けたようだ。ならいける。私が真の三国武将。黙っていられるか。私は帰るぞ。敵将討ち取った。長江殿、素晴らしい舞だったぞ。今度またゆっくり見せてもらえるだろう。もちろんですとも。さらなる美儀をお目にかけましょう。あの脅威殿のこと、未来への希望、真実。
将校殿は私の域に達すですが、あの大丈夫だぞ。